うわーですよねメールラインすげえ次は国の出てるキャブリーあ、繋がっ無理やねんなあ、嘘気がついたら釣り枠にしてた箱釣りあれこれ向こうが行った？ごめん NO 詐欺人からスカイプ繋げてもいい？ NO に、電化かー NO さん、NO さんスカイプ来ていいって いいよ呼びましょうか、じゃあ俺誰？ NO さん NO さんNO さんの焼肉家屋呼ぶわ色物は悪性腫瘍 NO 本物なのじゃあちょっと禁じ帰ろうか一回 NO はいすいませんありがとうございましたいやーわかんねえアリオン結局あれやな結局わかんねえすいませんエブアネオン何だ NO さんというシャラブイ NO さんあれもしもし繋がってる繋がってるでうん、よろしくなんで NO NO さんなん今日いや、なんか間違ってほらパソコンちょっとおかしくて動作が遅くてさ NO って言ったけど、表示されてへんからってもう一回 NO って言ったらうん NO NO になったそうなってしまった上書きできへんかったなんか可愛いキャラになってるないや、あれ上書き結構難しいらしい顔かかられたぞどうだ調べてるニオは調べてないの調べてないない調べてないあら、まあ少しは調べてないニオは真面目に高かった4あ、5B100 歩だった猫推薦し、色物は 5B100、5B4B100 歩金曜大学の金軸の牛肉さうまいイメージ夢かけ人の配信で歌うなんてそんなしないよそれ人の配信で歌うやばい行かなく僕の力が見れるんだ。いやー。つかみんなあのほらニューのさ刻みあるやんか。うん。よくわかってる。俺よく知らんねんけど。全然わかってない。なんかほらあの、まあ、例えばほら緊急した方がいいとか、ニュートラル系にした方がいいとか。あの、かぐらくんが、かぐらくんっていうかかぐらさんがやってるやつで、うん、あの、リバサ読んで、言うたら前転は後ろに歩いてケアして、うん、こう離れた位置からこう置き攻めしようとしてるんだけど、うん、多分それはちゃんと二置きせなあかんなと思ったありがとうございますあ、そうなんやうんおい、いやもう 2B されたら終わんねんけどうん、わかるわかるまあ、シックルガサの安定はちょっと嫌やもんなそう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 まあなんか向こうもやっぱシックルできんような 何かあるっぽくてやっぱ熱波されるとほら、本場時間が長いというか限界の時にさうん水中ジャンプ、マイジャンプ両方とものかぶりが一応、まあ、リスクが少ないって意味で要はバックジャンプにさ負けへんやんか負けへんつか、まあ、まあちょっと嫌なぐらいでそこでなんかバックジャンプリークだったらほらしいでって感じやからまあ俺は人体に言う全然まだ変身あるけど最近ちょっと分かってきてあこれ惜しい陣は封印やなって結構思ってるしあ置いてないんや置いてない OK やんなほんまにまあ楽なのかもちろん自動戦強いから楽な場合はあれへんかもしれんけど G6 でも僕、自分の差し合いであんまりよろしくはなくてまあ、BB とかなんよどちらかといえばあ判定が負けたからあれマジか 5C はどうなの 5C は勝てるけど、遅すぎてあ、うん、まあ相当詐欺読みでやってるから楽な 5C って発生いくつか13だったと思ううん無理かジャンプ C かなまあ6円時代は入結構弱いというかリーチが全然ないし、うん、6円されるよりくぐられた方が絶対にきついんやけどなうん、うん、俺の中ではてかこのゲームほんまに対空しちゃダメなんやけど俺の中ではだけどまあその場で待って対空ってのはこのゲーム弱いからね
それまで言われてる人で大丈夫できるなんて、本当に、本当にどれぐらいがいいのって言われて、褒めとこないぐらいじゃないっていう。あー、ここまでのはちょっとあれすごいな。うん、よかった、今。かめて言うて、経験がやばすぎやろ。まあ、やっぱ隙が少ないのが条件だしね。横にリーチがあると。そういう 6A の、その場に止まって 6A できるっていうのは、敵の発生が早い、横にリーチがまあまあある、隙が少ないっていう3つ、3つも必要だし、多分それに当てはまってる人はいいんか。だからこの辺は置いといて。だからこのゲーム自体は確かに。全然止まってる対空ができる。動き回って対空攻撃だね、っていう。よっぽど言って夢やな、対空もぶったと思ってるから、ほんまに。あー、無理無理無理。まあダメなのさよね。まあでも、ニューもぶったやろ。まあ、ニューもぶったやろ。あの動かせるキャラはマシかなと思うな、ある程度は。その、常に動いてなくても、動かせるようにしてたら、マジでポイントがやっぱできてくるし、レイテルもそうだし。やっぱレイテルも基本的には動き回ってたけど、その、生地やっぱ設置があるから。そうそう、カエルの設置が出てきたりしたら、もう。そう、たまにやっぱ、そういう、やっぱ動きから対抗するよりか。うわぁマジでできるな、できるで。2へ負けちゃうか、あれ。ちょっと運が悪かったな。ニューの方が2へ強かったね。今やばかったな。あれ、判定やったもんね。ほら、今見た、今の。落ちんな。けど。つまみ返しがなかった思いされた。見せられないよって。あと A さんからパイプ来てるよ。そう。いや言ってや、今 A さんのスカイプしてるから取りて。なんか F 好きやばないって書いてて。あ、やばいけど、君にしか言う友達がいいから。そうか。いや、そうか、俺が。お前、今みんなでスライブしてるから無理って。チャットで喋る。もうかわいそうだ。チャットで喋ろうな。え、俺いるよ、マトリさん。適当やな。適当すぎ。適当やな。神楽さん、すいませんね、ほんま、連戦してもらって。申し訳ない。うまいうまい、マジうまい。うまいと思うやろ、マジで。うまいうまい。あんまり見えてうまいのって思わへんけど、この人うまいよ。うまいな。全然上から目線で申し訳ないよ。あんまりうまいやつおらんけど。もうほんまに、なんだろうな、いいね。せんだそうやぞ。あ、そもそもニュース書いて人口少ないからね。そう、そういうことだ。うん。え、カグラさんって人もしかして見たはんのこれ。ん？見てるよ。あ、そうやったけど。うん。入選やっぱよ、わからんな。入選は、なんか、本当に問題児に。え？思った以上にみんな負けてる。そうやな。結構タオカで、どうなの？タオカかー。ほら、見た今。まあ一応、今日はちょっと D 少なめでやろっかな、みたいな感じで。終わりやん、これ。無理や。やってるんやけど、D をしてる方が勝てる。え、D ってジャンプ D のこと？そう。その、相手に当てるゲームジャンプ D。当てるのもやし、あとは、上を使うやつ、上を当てるやつか。そう、上飛んでジャンシーみたいな。まあ、寄せね、押し付けていったら勝てるっていう。まあ、俺もそう思うけどな。でもやっぱ、それやったら負けるときは負けるからな。やっぱ、俺、感覚があって、判定がやっぱ、優に負けると思うし、ジャンプ多いね。その、ですよねー、しない。だから、でも、男子になっちゃったらリターンもあるし。なんか、結構見合うより、そっちの方が勝ててんのかな。まあ、じゃあ、向こうのさ、種類で分けたらいいんじゃない？その、このニューは、まあ、ジャンプ攻撃の置き方が、はいはいはい。とか、そっちの方で分けた方が考えやすいかもしれん。ああ、なるほど。うん。
やっぱニューガンもダウガー戦でさ、まあ何個か種類あると思うし、あ、無理だよ。そう、ダンプ D が当たりやすいタイプと当たりにくいタイプというか、いるいる、具体的にはどうなんか俺いまいちわからんけど、割と、なんてやろ、後手後手でやってくれる、後手に回ってくれる感じのミュウやったら、やっぱ追い続けていった方がいいっすね。てか、ダンプ D はどう？男子スクエンティやって、フレーム5くらいじゃない、結局5分くらいだね。え、あ、映像さっき言うことだよ、これ5分くらいだね。いわゆる5分くらい、フレーム5番の話、これエノーサングレムなししたマジゲーするからちょっと危険やねん。男子ゲーするこんな、そんなおっさんと。いやいや、大体5分ぐらいよ。え、そのね、ガードの話、あ、ガード、空中ガードででも有利やろ。いや、いや、むしろ地上ガードは有利やねん。え、エノーサングレムですが、ニュー側が男子ゲーチ、空中ガードするやろ。もう帰ってきてなかった。そうそう、着地しかもう殴れんやろ。いや、高さによるけど、タワーパカが、俺エアジャンプ A を振れる高さで、ジャンプニューが着地したとこ時間かかる感じだったら、飛べるよな、あれ。無理でしょ。何もできん。何もできんかな、ニューは。今飛べるよな、今のやつ。見てなかった。見てないね。うん、俺は画面見てへんかった。あの、D、D、D。飛べへんっぽいだね。え、そうなん？いや、D や、D。だけど、いや、D やって、消費の弾いっぱい出すやつ。うん、飛べへんっぽい。え、飛べるのあれ。まぁ、あ、飛ぶかしか知らんけど、飛べへんと思う。マジで？多分。普通にジャンプ1個引っかかって。人でやってみて飛べへんかって、良い形したけど。多分ガードで飛べへん。マジか、知らんこっただけやな。立ち回りが、わからん。あ、そうなんや。終わりやな。それ最近、それ知った俺、落とせるから。3日前から。これ、今やからな、俺。あ、伊野さんは参戦、まあ、してもいいけど、別にしなくてもいいかなって感じ。レジで使ってへんし。ジンやったぞ。ジンやったら結構そんな。ジン、俺、入選かで変したい。きついよな。あ、別にいいじゃん、これ。それはきついと思う。うわ、そっか。俺、ジンでやっててさ。一般論の人類の、勝利率と俺が思うより率と全然違いすぎて、わけわからん。一般論やったらさ、バルケンスティとかそんなに普及けどさ、うん、別にそう思わへんし、なんか一般論やったらカルル結構楽って言うけど、俺カルル結構きついと思うし。わからん。何が楽？あれ結局、多分めっちゃ大変してんか。多分人で大変したらトップ3の中に入るかなぐらいの。カルル。そんなにカルル戦やった結果、これ無理やなと思ったね。やってくるか、今の。今のところは、ちょっと結構頑張ってた。多分その、カルルに対して有利っていうのは、あー、むずい、一気だ。フラワンからとかっていう話。一応、カルルが攻めにくい。あー、カルルが、ノード的に攻めるのは相当きつい方のはずやけど、きついって言っても、まあその、スタンダードキャラの中できついだけだって、まあ別に、アレゲージさえ無駄にしても、いかつも人にやったら捕まるし、有名として。え、やがときついところが、アルカリアハレだ。ジンの単だけ性能が、なんか微妙すぎて、普通に、やだ、姉を休ませられる。ニューって、逃げ投げできんの？あー、それは、姉休んだ時に、結構、まあ無駄して攻めてでも、あんまり。そう、攻めにくいな、そのジンが。そのが多分一番きついこと。ねえ、ニューって逃げ投げある？逃げ投げ。全然あると思うけど。バリがしたら。バリがしたら当たらないやつ。マジで？まあ今なんか当たったすぎだけど。あるよね、多分。でも当たらんと思うで。どこにでも現れないやよ。現れるとこだけ。意味わからん。あ、それ、俺知ってる、最近知ってる。明日にした。いや、わ、知ってるけど。知ってるけどさ。わけわからん。わけわからん。もはや意味わからんでしょ。いや、僕好きなんでやめてください。お前好きなの？え、カレンちゃん僕好きなんで。え、カレンちゃんでしょ、どうせ。え？え、カレンちゃんの方が好きなんじゃないの？いや、好きやで。あ、でもカレンちゃん。なんでわかんの？結構、アホな考えるのって結構嘘。わかりきたし。
怖っ。そうですよ。カレンちゃん怖いです。アネカーさんマジで当たっちゃった。いやまあその話でマトイがその姉妹ともありですね。やってない。さっきの話戻んねんけど。すごいなマトイさんやっぱ好きやな。確かにそこ、ガエンさんに行かなかった。私はどこにでも現れるっつって。っけよな。線なんか、でも見れても何もおらへん。そんな行ってみる。あ、集団ガードしてる、偉い。いや俺知ってるって。あれ、怖いからやで。あー、取れへん。無理やねん、あれ。あー、今はすごいな。なるほどな。はい。フェイビーチで、ニューカーで出んの？あいつ負けるやつ、お騒ぎはいいんで。なんやねん、もう。ニューとかじゃなくて。ニューに、ね、勝てるやつがいないって意味わかんねんの。キャラ関係ないんや。そうね、ないねん、別に。負けますね、そう。そういうのやめてもらえないよ。神様やん。ただまあ一応やってへんけど、苦手っぽく見えてくるな、見えてやっぱり。どうなってるんか、すごい気になるな。ニューとか、ニューに勝つのちょっと見たけどさ、そのあんまり見えんけどな、見えんけど、なんか、あいつがジャンプしたら、相手困ってんねんか。ああ、そうやね、そうやね。嵐になってくるんじゃないいや、よくわからない。相手がジャンプして相手困ってて、こいつジャンプし、ま、多いから様子見とかしても、結局ジャンプ飛んでんか。そうやな。じゃあお前ジャンプ、ジャンプやりやって。おかしいな。相手が対空できんねん。できんねん。あれちょっと思わらへんわ。そう、あれやばいで。まあレイチェル戦に関して言えば、ジンのジャンプなんて通るわけはねえけどさ。でも他のキャラに対してはちゃんと通ってるし、多分俺も他のキャラ使ったら、おそらくジャンプだけこんなにダメだと思うと。いや、ジャンプだけで死ぬのはマジで心折られるで。こいつ。あいつは、年上の心折るのマジうまいから。しかもジャンプだけで。そう。ジャンプだけで。ほんまに一流ジャンプだね。あれやばいよ、あのジャンプは。あれは相当やばい。角度がやばい。角度と、あの、意識の向こう側から飛んでくる。いや、もう絶対無理やんみたいな感じで。そう、やったらなんか。いや、あの、意識の向こう側ジャンプ体験しました。なんか自分でさ、ジン使ったらさ、一段ジャンプってさ、ほら、たまに体験されるやんか。たまにはほら、ちゃんと、たまにはほら、ジャンジャンプ使ったやん。そしたら、まあ、両手見されるっていうか、まあ、一段ジャンプに対して対空出しにくなって、俺がジャンジャンプ使ったから、もう、じりおしゃべりになって、まあ、車内から割りやすいみたいな。そうなってまわねんけど、よくわからんの。ごめんなさい。ベイビッチのジャンプは、なんか、正解率がただ多すぎて。そう。多すぎるんやな。うん。そこやな。まあ普通海になるところはなんか無理やん、そんな。しかもちゃんと、まあ無理そうだったらバリアするからさ、リターンやっぱ見てるし、で、リターン取れへんねんか、こりゃうまい、死んだ。あっ今クロノファンタズマやな、今これ。クロノファンタズマやんけ。よくわかんない。時の幻影。あの、2C 撃った時に、ユウがバックダッシュする時に、ペイペイ撃っとくると思う。あー、ガードしか。3C 出させたな。逆にきつい。読みで。3C 出させてどうすんの？読んで、そこからまあ、じゃあじゃあじゃあフレーム超えたってこと。
しいルーターだって結局ユーバーもできるほど、まあ実際その後突進するか。ちゃうやってフレーム濃いタイヤって今あれ3周打った後さ、向こうが突進してこなかったから、 あれ時の原因やな。あれなんか突進してきた時点ででも勝利を確定やから、突進はそもそも直下したら有利だし、突進向こうして、いや直下さんで嫌なと思ってしてこなかったとしたら、向こう打ち渡ってさ、まあシックルか、何だっけ、これ分からんな、この組み合わせ。シックルか、あのスパイクしかないやんか、ノイタンするから。でスパイクったらかかんの取れんの。スパイクって下にあのバーって飛びようもなかなか、すごい速いやつ、ドドドドってやつ、ドドドド、その下から速いやつか、うん、そう、天使ちゃんバージョン、天使ちゃんバージョンのドドドドド、天使ちゃんバージョンのやつは半額取れるけど、2回出て発生確認してからヘルスとバーバーにやる。あかんな、これは天使ちゃんバージョンで間違ってる。天使ちゃんバージョンだ、あれで、あのためだし、あー、うん、あの、ためとかないやつだね。ためないやつは、ハンク。マイタンプで？違う、ヘルスハンク。あー、そういう意味か。発生前に殴ってくるのかな。いやいや、もう発生終わってから。え、どうぞ。え、なんか、出たん確認してから押すってことでしょ。そうそうそう、出たん2個出て、2個じゃない。2個出て、それが終わってから、最速でヘルス。あ、で、ほら、あんな、ジンも通してあげるかもしれんな。いける、絶対いける。絶対いける。え、それは後ろに下がった、後ろに下がった、2P 最強。え、3C からまだの距離で、あーあうまいな、今のやっぱ 2D やな、難しいな、やっぱ 2D いけるな、あの距離やったら。もう許せねえ、もう下よ、もうやっぱ 2D きついで、これダッシュやってキチガイやけど、見た目、うん、キチガイやキチガイやけど、あ、見せたキチガイやけど、やったもん、おいしい。やあ、え、そうなの？重力かな、重力はマジで強いと思う。重力どうなるのかな、ラグな重力とかマジやることがなさそう。重力出た瞬間に、はい、今出たら全員ないでしょ。うわー無理ー、タオカカはまだ、魔球投げたり、あ、無理か、無理やんな、さすがにシーマッケ投げれるのかってよ。シーマッケってどれ、え、ボーリング、あそれ俺も聞きたいっす。考えながら対戦、考えながら対戦するやろ。やけどどんな感じでやってんの、みんなセットプレイでやってるってことやん。どういうこと、いや考えながら対戦、考えながら対戦すること教えてほしい。ああ、いや別にみんなしてるんじゃない、そんな大なり小なり。いや俺全くできんから困ってるんですけど。相手の気持ちを考えるんやって。そうそうそう、いや、ある程度用意しようなあかんねん、そりゃ。うん、もちろんそうやね。うん、だって考えながら対戦するよりかは選びながら対戦するって感じ。そう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 、めっちゃいいこと言った今。で、相手の考えに対して何かを選ぶって。ああ、そう、それしてくんねんやったら、選ぶその選択肢がなかったり、足りなかったりなかったりしたら、まあきついというか、よくわからんというか。そうやな、それはもう考えてから邪魔してくるって感じやな、その時は。そう、なるほど。そうそうそう、左前から攻めたいな。相手の考えに合わせて、要は読みによってどれを選ぼうかなっていう。その通りですわ。あとは別にその考えずにできるというか、あまり考えずにもできる自分のキャラの強い行動をとりあえずやってみて、相手のアクションを見るとか。
そうね、それは確かに。いや、N 氏1本目でも29歳でした。それぐらいは。あ、まだ28歳だった。ついなぁ。まあ練習っていうか、知識。